インドのレーバー2ドアは、米国内では、ニーブとして、その他の地域では四輪自動車として商業化される。アンイタルカー EV、ネイバーフットエレクトリックビークルとは、近隣走行用に、速度制限されたバッテリー式電動輸送機器について、米国運輸省が定めた分類の一種である。ニーブは、高価な化石燃料の代替となり、また炭酸ガス放出の責任を軽くする機会を、 運転者に提供する。住宅の標準的な電源コンセントから充電する標準的な乗り物として、ニーブは化石燃料のごく一部に限り効果がある。これらの乗り物のために太陽光発電や風力発電を使うことで、ニーブは化石燃料を使わず走行する可能性がある。ニーブは連邦政府が認めた行動仕様の車両区分である。 その区分は1998年に連邦自動車安全基準500のもとに決められた。ニーブの車両区分は連邦規則における低速車にあたる。ニーブは車両総重量等級が1 4 0 0ラム未満かつ最高速度が時速3 2トルから時速4 0トルの間の四輪自動車と定義されている。 一般的にニーブを認可する州はニーブの運転を最高速度が時速5 6トルから時速7 2トルの道路に制限する。連邦法により自動車販売店は法律上時速4 0トルより速く走る自動車を販売できないが購入者は容易にその自動車を時速5 6トルで走るように改造できる。ただし、 もし時速 40km を超過する改造がされれば、その自動車は乗用車の安全要求事項を受けるようになる。連邦法で義務付けられた安全装置の不備や任ブの設計状態をできないという特徴のため、1充電あたり 48km という典型的な走行範囲と3年間という典型的な電池の耐久性と相まってこれらの速度制限は必要とされる。 メーカーに対する連邦の安全要件を満たすため、ニーブは3点式、または2点式のシートベルト、フロントガラス、フロントワイパーは必要ではなく、走行灯、前照灯、制動灯、反射板、バックミラー、および方向指示器を装備しなければならない。多くの場合、ドアはオプションでもよく、他社からの衝突保護は、シートベルトの使用により自転車など、 その他の軽車両と比較してある程度は満たされる。ニーブを運用するための規則は州によって異なる。しかしながら、連邦政府は、スタンダード571.500を超える安全装置を必要とすることから、州や地方自治体より優先する。一般にニーブは登録されなければならず、また運転者は免許を与えられなければならない。エアバッグは必要でないため、普通は、 ニーブは高速道路で移動できない。多くの州内でニーブは時速5 6トル以下の制限速度の道路に制限されている。メキシコプラヤ・デルカルメンの観光警察に使われていた充電中のジェム E に食べ物の路上販売で使われていたジェム XLXD ワシントン DC ナショナルモールにてワシントン DC ナショナルモールのニーブジェム e 六。米国内の現代のコミュニティは ほとんどが商業地域やその他の地域から近隣を分け、ニーブでは合法的、または安全に行けない比較的高速な大通りで、それらを接続するように計画されている。自転車と異なり、特別な道路や通行券は普通は、ニーブでは利用できない。その結果、ニーブ用に個別の道路を提供するコミュニティや、旧市街で見られる伝統的な格子場の市街計画など、 低速交通に一般に適合するコミュニティで、ニーブは最も一般的である。引退者やゴルフクラブのコミュニティは特別に設計されることがあり、ある時は幹線道路のバイパス道路が、またある時には住宅設計に追加のミニガレージが含まれる場合がある。以下を含むいくつかのコミュニティはこれを考慮して設計されるか、または ニーブを促進するためその他の段階を踏んでいる。ニーブ向けに特化して設計された町その他ニーブの運行が許可されている町、電気ハイブリッド輸送システムと同様に低価格で必要にして十分な技術の革新的な輸送システムがインドで開発されている。米陸軍は3年以内に4000台のニーブをリースすることを発表した。陸軍は セキュリティパトロールとメンテナンスと配達サービスと同様に基地周辺の人員輸送のためーブを使うことを計画した。ありがとうございます。